皆様いかがお過ごしでしょうか。永田文雄です。サウンドオブポップス、今日から5日間は丹後のすべて、丹後の魅力をいろんな面からたっぷりとお楽しみいただきましょう。さて、今週はいつもと違いまして、私永田文雄がお相手しまして、丹後を楽しんでいただくことになっております。と言いますのは、今年は丹後が生まれてちょうど100年になるということですね。それをきっかけにしまして、このところ大いに丹後がクローズアップされてまいりました。そこでこれから5日間にわたりまして、いろんな面から丹後を取り上げて、その魅力を十分に味わっていただこうと思います。そこでまず今日は丹後の生い立ちをたどってみることにいたしましょう。まあ、今更言うまでもなく、タンゴというのはアルゼンチンの都ブエノスアイレスの下町に生まれた音楽ですね。その源はキューバのハバネラであるというふうに言われております。それが船乗りによりましてブエノスアイレスの港へ輸入されて、土地の影響を受けてタンゴに変わっていったわけですね。もちろん初期のタンゴは今とは随分違った形だったようで、先頃来日しましたカルロス・ガルシアとタンゴオールスターズのメンバーが、ステージで1880年に作られました最初のタンゴの一つ、バルトーロという曲を当時のスタイルで演奏しておりました。これはマンドリン、バイオリン、ギターというトリオの演奏で、非常に素朴で楽しい音楽でした。そこで、まずカルロス・ガルシアのオールスターズのメンバーによりますバルトーロを聴いていただこうと思います。そしてその次はそれにフルートが加わりまして、エル・エントレリアのエントレリオスの人、これは1896年に作られました。これも古いタンゴです。それからもう一曲、ドン・ファン。この曲は1900年ちょうどに作られております。バイオリニストのエルネスト・ポンシオという人の作曲。こちらの方はクアルテート・ロス・ポルテニートスの演奏でお聴きください。まあ、これはバイオリン・バンドネオンにギターが2つ入った編成です。その3曲まず続けてどうぞ。